生きてる？なんか大きな音がしたけど。ねえ。こら、さっさと起きろ。Oh.
3年間だけでも無理だった。これからまた4年間、同じ大学の同じ学部で。
食屋のメニューじゃないの。もっと真剣に考えなさいよね。喫茶店でも同じ普通の大学の同じ学部に入ったんだから、せっかくのキャンパスライフ人並みに楽しまないと損でしょ。パトロンだかなんだか知らないけど、ファンレター程度でそんな切り立てしなくたっていいんじゃないの。それでこそ毎同士、やはり時代はお前を必要としているぞ、マイブラザー&マイシスター。このセリフ、この声は、サッシーマイベストフレンド。やっぱり同じ大学だったわけね。どうして私たちの前にいつも現れるのよ。マイシスター、特にマイブラザー。幼稚園で小中高に続いて大学も同じとは、いよいよ神は我らに野望を達成せよと命じているらしい。マイブラザー、なんとマイシスター、いよいよ約束の日が近づいたぞ。偉大なる千年期、我らの黄金時代がな。またいつもの病気が始まった。
さすがは我が輩の魂の脅威、以心伝心とはこのことだ。嬉しいぞ。些細なことは気にするな。我らの宿命のことだけを考える。魂の兄弟ならわかるだろう。お前の宿命をな。このうち嫌でもわかる。毎同士己の失策、あるいは己の決断した結果だと思っているかもしれないが、それは違うぞ。そうなることはこの大宇宙が始まる前から常に決まっていたのだ。お前が美大に落ち、そして我が輩のところに来たことは全て宿命だったのだよ。お前は実に運がいい。喜ばしいぞ。お前のような逸材に出会えたことを。まず腕っぷし、そこそこ頭脳、まあまあ体力、それなり、まあそんなものは一向に関係ない。マイブラザー、お前の胸に燃え盛る心はあるか。お前の胸に誰にも負けぬ鋼の心はあるか。お前の胸に大いなる野望は眠っているか。それで我が同志、お前漫画を描いてみないか。間違いだ。書くべきだ。違う、書け、書くんだ。それがお前の宿命だ、運命だ。あまりに過酷な運命のいたずらに声も出ないか。迷いだ。我が輩はお前が小学校の絵画コンクール、お前が仮説を取った時から目をつけていたのだ。芸術？バカどもは高尚だの崇高だのに目を奪われる。そんなもので世界は動かんぞ。世界を動かすのは欲望だ、野望だ、魂の叫びだ。お前は漫画に生き、漫画で死ね。漫画はいいぞ。漫画はあそこには夢が、野望が、その頂点に上り詰めれば富も名誉、そして世界を動かす力もこの手に入る。そして漫画を制した者こそ世界を制するのだ。我が同志、漫画界に来い。漫画はお前を待っている。全世界数千万の読者も一日千秋とお前の漫画を待っているぞ。惑う気持ち、手に取るようにわかる。しかしそれも今日までだ。マイブラザー&マイシスター、明日駅前に来い。お前らに見せてやる。そうだ、それを見ればお前も決心がつくだろう。お前が正しい判断をすることを期待している。マイシスター、あれはともかく、なんで私まで付き合わせるの。こら、ちゃんと答えてから行け、このバカ。
マイフレンド。どちらでもいいではないか、マイハニしかし、我が同志は現実を受け止めたが、さすがは選ばれた戦士。それは結構、マイ・エターナル・フレンド。気になるな。そうだ、そうだろうと思う。それでこそ我が輩の同志。隠すな。お前の血がそうさせるのだ。あれこそお前の次なるステージ、弱肉強食の世界。世界最大にして最強の漫画同人誌の祭典、コミックパーティー、略してコミパー。それこそがコミパ。地獄の一丁目、汗と血と涙、夢と野望と欲望が渦巻くワンダーランド。おっと、おしゃべりが過ぎたようだな。そろそろ列に並ばねば。あの列、他に列があるか。死して仕方で拾うものなし。See you。
マイシスター。言い忘れたが、床に寝てると踏まれる。寝たくて寝てたんじゃない。ついてはいかんぞ、マイシスター。興味がなければここまで来れるものではない。ここに来たのは貴様に同志の資格があるからだ。私がここに来たのは大使が人質を取ったから。いつもながら素直ではない。あのね、あのような己の弱さを乗り越えられなかった敗北主義者を追いかけても無駄だ。大使のバカがお幸せに。惜しい奴を亡くしたな。しかし悲しみに頬を濡らす暇間などないぞ、同志。貴様こそ同人司会の獅子となるべき男。本来なら我が身がいろいろとサポートしてやりたいところだが、今回は涙をのんで貴様に試練を与えよう。自らの足で立ち上がれぬ者は獅子になれない。貴様はこの小鹿をその肌で心で感じ理解するのだ。当然だとも、マイブラザー。その代わり、カタログに挟んだメモに書いてあるサークルをめぐって
規定の同人誌を買ってくるように。釣りはチップとして送っておきたまえ。それではしばしお別れ。マイ兄弟、これから我輩は200歳を守らねば。健闘を祈っているぞ。
だから同じキャラの本が隣や向かいにもあるやん。最近の即売会は大体サークルをジャンルとかで分類して会場内に配置しとるやん。その方が同じ系統の本を探しやすいやろ。
はよくな。あんたは自分の直感を信じられんのかい。あとで配る予定の東京ゴミ屋の連中会な。この配布予定時刻ちゃうやろ。そりゃあたらすまんけど、もうちょっと待っててやな。今スタッフに調整してもらってるのか。時間になったら配布場所とか正式発表するから、どっかで適当に暇つぶしてくれへんか。ここで要素たもろとったら、他のサークルさんが迷惑するやろ。夜勤どもん、本はもうできてるでござる。ならば、もう配ってもいいんでござらんか。なんで、うめん。そうだね。どうせ物資少ないだし、スマホがさっさと終わって、周りの迷惑にならないと思うな。行列できたでござるか。この今なんちゅうた。そこだほんだら今なんちゅうた。あんたこれのどこが行列や。なの人の群れやないか。どこに列があんねん。私が手に出とったら調子に乗りよってことに。あんたらに配る本なんて一冊もあるかい。コピーも配布中止。応募でござるぞ。応募運ばなくちゃいけないんだな。モラルもマナーも知らんばかたでは客のうちに入るか。この稲川優、人の道理は忘れても同人オタクの人気を忘れた覚えはあらへんわ。やるんやったらここで白黒つけようやな。
したってな。なんや、お登り見てへんかったんか。一応関西だったらそこそこ名前知られとんね。うち今は関西弁でやっとったんやけど、これからはなるだけ東京遠征しようと思ったんだよ。やっぱメジャーな即売会は東京周辺でやっとるからな。ほとぼり冷めるまでここに暇つぶしとくわ。今戻ったらマヒヤにまた説教されるやん。同人誌に命かけとんねやから当然やん。いいもんをより安くよりたくさん、明るく楽しい同人活動がうちの信条や。Thank you.
次回は必ず見るという我が心の友よ。この分かりがいいな。どうしよう。いざさらば。こっちだ、マイブラザー。あなたは我ら、ただの幼馴染か。いやいや。
年は。褒める？褒めてはいない。事実を言ったまでだ。それにな、優しいという言葉が褒め言葉とは限らんぞ。そのままの、別に深い、特にこの世界の、この世界の奥底、欲望と欲望が渦巻く、その中に湧き出るオアシス、ドス黒く咲き乱れ、花の中に咲いた一輪の白き花。できるものなら、それを怪我したくはないものだな。しかし、蝶の羽はむしりたくなるもの。さて、我が輩も行くとするか。彼女をお前に引き合わせたのは、ラテア水橋ではないということだ。では、頼んだものはしっかり手に入れてきてくれよ、マイブラザー。
び合う声が。愛も変わらずせっかちだな、マイブラザー。分かっているなら言うまでもないが、諸般の都合上改めて言ってやろう。同志、お前は同人誌を書け。腕一本、ペン一本で、お前はあの荒野の果てに旅立つのだ。我が輩の1万円。これでただではなくなったな。うかつだぞ我が同志。何バカやってんのよ。今返せばチャラでしょうが。あまりなマイシスター。お前のものは我が輩のもの、我が輩のものはお前のもの。我らの血がそうさせるのだよ。ともかく、ではもう一度改めて聞く。我が兄弟よ、世界を目指せ。それはありえん。お前は確かに同人誌即売会を見たはず。奴らのギラついた野望の瞳を。お前という男はあれを見て何も感じずにはいられない。違う。どうし、あそここそ日本人に残された最後のフロンティア。一度に、しかも一箇所にあれだけの人が集まるイベントは全世界でもそう多くないぞ。あそこには誰でもいるし、何でも。即売会、単に同人誌を売り買いしているだけではない。あそこは多くの物語と可能性が埋まっている金脈だ。お前は自分に無限の力があると思っているかもしれんが、即売会ではひよこ同然だが、今のお前が矮小にして無力、あそこに立てば無限の可能性を手に入れられる。ならば早い者勝ち。お前は幾千の古つわものと戦って勝ち、世界のオタクを支配するのだ。いいではないか。さあ、どうし、旅立とうではないか。お、いきなり一本立ちか。孤高の戦士だな、マイフレンド。地獄の底まで付き合うぞ。そのような腰抜きに何を言っても無駄だ。逃げとければ逃げれば、その方がこちらにとっても好都合。この俺でさえ死ぬ。だが、このコミックで一つの伝説を聞いたことに。同人誌界で一度でもその頂点を極めたサークルの間でまことしやかにささやかれている伝説を。三の月、野獣のごとき大男がそのサークルを訪れた時、そのサークルは世を支配する。
漫画に挑むきっかけになれば、我らの野望の礎になるなら、誰を敵にしても構うものか。結果が良ければそれでいいの。家庭なんぞ気にするな。誰もそんなこと気にしとらん。さあ選べ、お前は男になるのか、男になるのか、男になるのか。未来は前にしか道がないのだ。そして今、お前の目の前には男になる選択肢のみ。つまりお前にできることはただ一つ、この場で決断することだけだ。お前は神に選ばれた戦士、誇りを忘れるな。長輩はお前が立ち、何十年いや千年でもない。